はい、どうも皆さんこんにちは、新田です。新田のダンススクールやってまいりました。チャチャチャ、今回ですねリクエストこちらも多数いただいておりますね。セブンティーンの、フラワーですね、リノちゃんの振り付け見ていきたいと思います。いや、もう本当にねすごいですよ。今回の振り付けに関しては結構ガチでダンスの方を見ていきますので、その全体の振り付けですねっていうところをメインで見ていきたいと思います。僕のダンスがどうすごいのかっていうところです。まあフォーメーションの移動のさせ方とかですよねっていうところも結構やっぱりこだわりが見えるので、どういう風に変化していくのかっていうのを一緒に見ていきたいと思います。よろしくお願いします。まず最初ですね、4秒お花の構造ということでですね、まずここですね、手元ヨンハン様の背中に、お花ができておりまして、ここの手の使い方が非常に絶妙なんですよね。リノちゃんの手とウォヌシの手とあとジョンハン様の手とっていう風にここでお花ができているっていうところになります。でこのお花の位置がですね10秒に、高めに咲くことになりまして、ここですかね、はい、ここでミエハオシの手に今度はお花が咲く感じで宿る感じですね。でここからさらに12秒でですね出てくるんですよね。で出て来ない？はい、出てきましたというところです。でこの、一連の流れが非常にまあ絶妙でございまして、最初にあったつぼみみたいな状態なのかな多分で、ところからお花が咲きましたっていう風になって、その咲いたお花に対してジョアン様が手を差し伸べる、手を差し出すっていうところにストーリー性がここに一気にグッと含まれているので、ここですね、ここでお花つぼみのような状態にまず咲いている、まだこうできてないような状態なのかなっていうところがなんかイメージできますよね。咲ききってないというか、でここで一回月日流れて、ここでお花咲いて、ここで手を差し伸べるジョンハン様ということで、このね手の差し伸べ方もね見ないっていうところ、いきなりこういう風に手を出さないっていうところが非常にポイントなんですよ。これが後々また効いてきていて、このセンターのステージ上の真ん中にみんなが集まって、ここのライン一本のラインのところでお花があるっていうイメージをここで植え付けた上で、それが後々最後の方でちゃんとまたストーリーとして戻ってくる、回収してくるっていうところからしてもうすごいんですよ。随分すごいことをしてるっていうところですね。25秒2列の見せ方、これがね踊ってるダンスをやっぱり見ていく中で非常に大切なポイントなんですよ。まずここで前3後ろ3という風に2列作ってますよね。バレンシアガさんがいらっしゃってミンハオシがいらっしゃってジョンハン様という感じになってます。で後ろにリノちゃんとリーダーとオヌ君ですねというところです。で普通だったらこの後は3で来てるんで3っていう風に前後入れ替わるんですよ、ダンスだったら普通は。ただですよ、これ見とってください、3になりました。さっき言ってた3から、また変わって3っていう風になるんですけど、見ていただきたいのがこのポジショニングです。さっきの位置皆さん覚えてますか？この位置ですね、ディノちゃんここいますよね。で今ミーハオシここにいますよね。でミーハオシがセンターに来てるんですよ。でスンガン氏は真後ろに下がってるんですよ。じゃあここに誰いたって言ったらリーダーがいたんです。最初にリーダーは左に1個ずれて、スンガン氏は後ろに1個ずれて、でミーハオちゃんがセンターに来て、ディノちゃんが前に出てくる、でウォノ君も前に出てくる、でジョンハン様が後ろに下がるっていう、これまたちょっと珍しい下がり方、下げ方をしています。ミーハオ氏が、一番後ろにいてここにいて、でスンガン氏ここにいて、こう変わればいいところをあえてここにいる人と変えてくるっていうところのこのフォーメーション。じゃあなんでこの位置になったのかっていうところの実は要因は後ろじゃない、その前にあって、ミーハオちゃんがここで手を一本差し伸べますと、差し伸べたこの手のところにじゃあ次ジョンハン様来るじゃないですか。どこで入れ替わってるか、この後なんですよ。ここで前を覆い隠して後ろでシュッと変わってジョンハン様の手が出てくるっていうところになってます。でこの後ミハオちゃんここにいるんですよ。今一番端っこ左の端にいますよね。センターまで来ることができないんですよ、間に合わないから。ほらここにいるんです。ここからセンターに来るのは距離がっていうのがあって前に来ると。でスンガン氏は次のボーカルになるんでここからセンターに入らなあかんと。
じゃあ次どうやってボーカルとして前に出てくるっていったところの計算までされてるから、ここからここに来ようっていう風になって、他の人たちはただこういう風に前後変えるだけじゃなくて細かい微調整をしているっていうところになってる。これはね、高等技術なんでございますね。36秒、ここでモノ君端っこスタートっていうところですね。とはいえね、これよく見るのがボーカルの位置に対してこう真ん中でボーカルが入れ替わるっていうのは、まあよく見る手法ではあるんですけれども、たまに端っこからスタートする場合があるよっていうところです。ミーハオちゃんが歌ってます。でセンターでスーッと移動するんで、真ん中に今みんなの視点が行ってますよね。ってなってくると、次前にいるのってディノちゃんじゃないですか。ディノちゃんかと思いきやこっちなんですよ、モノくんなんですよ。でみんながその瞬間にファーっていう風に移動ができる。真ん中の人がそのまんまで残ってると、結構他の人たちのポジショニングって大胆には変えられないんですよ。左右がもう決まってたりとかするんで、後ろぐるっと回ったりとかするんですけど、端っこの人が歌い出すことによってこっち結構柔軟に動かすことができますよっていうところで、オヌくんの端っこスタート、ここも結構しっかりとこうフォーメーションとかを考えてるなっていうところを感じておりますね。1分4秒のところですね。ここのディノちゃんの音の聞き方が好き。何がうまいかっていうと、ここら辺の、下がった時の表情の使い方すごくうまくて、後ろに1個ドンって下がってからふわーっていう風にドーンっていうこの軌道が見えるじゃないですか。ここですね、上に上がった時に顔がしっかりブンっていって、その上げた軌道はそのまんまこうやって落ちてくるっていうところの、この美しさたるやですよね。でなんとなく見てて気がついた方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、今回フラワーというこの手の形に結構こう集約されていて、この手を使った振り付けが結構多いの分かりますかね。まあ、こんだけグワーっていう風にサビで踊ってるじゃないですか。ダイナミックにうわーって踊ってるところからのコントラストが非常にすごいところがあって、16秒のところですね。これがやっぱね、ダンスにおける醍醐味ところです。あんだけ大きく動いた後に背中向けてパパパパっていうこの体の移動だけで見せるっていう、その強弱のつけ方が非常にここが絶妙なところでございまして、その前でどれだけ激しくかっこよく綺麗にやってるかっていうところも効いてくるんですね。からの B メロらしい構成スタート、ちょっとここだけ見ときましょうかね。ここでドーンドーンドーンっていう風に左真ん中右っていう風にグループ分けて移動させてきますよと。これがね、また次の方でどういう風に変わってるのかっていうのを見るところがポイントなので、ちょっとここ覚えておいてください。で38秒ですね。というところです。この陣形多分初めてなんじゃないかなっていう、結構見やすいあの陣形なんですけど、ピラミッド作ってもう一人を後ろに置くっていうところ。ピラミッドって結構こうダンスにおける基本の陣形なんですけど、基本の陣形、はい、ピラミッド、これ覚えておいてください。あんまり出さずにここで出してくるっていうところで、ここの振り付けも見ていただきたいんです。なんかちょっとこう乗るステップっていうところの見せ方で、こういうところが、B メロでよく入りがちなんですよ。 B メロでこういう見せ方ができる。 A メロでこれやっちゃうと出だしにしてはちょっと物足りなさを感じてしまうんです。 A メロに関してはもう曲の始まりなので、結構がっつりといろんなスキルを見せていく踊り方がメインになります。でその後にだんだんそのすごいダンスに慣れてきたところで、こういう風にちょっと緩急をつけるっていうところが、まあ、このダンスのポイントになっていて、それをうまく使っているところ、この基本の形をここであえて持ってきて、で基本的なすごく軽やかなステップをここで見せるっていうところで、 B メロの雰囲気をガラッと変えるようなここの、フォーメーションステージの作り方になっているわけでございますね。というところですよ。前向いてからそのまんま乗ってって、ちょっとアクセントとか入れつつ後ろ向くっていう、これだけシンプルな見せ方なんですけど、十分十分見てる側もらえるじゃないですか。この感じですよね。ここからの、陣形見ていただきたいんですけど、ピラミッドになってますよね。で両サイドが 2-2 になってますよね。こっちでリーダーとウォヌ君ですね。でスンガン氏とジョンハンさんですね。で後ろにミーハオちゃんがいらっしゃるんですけど、ここで、リノちゃんとミーハオちゃんが変わりますと。変わるんですよ。ボーカルがここで変わる。もういかにも変わりますよね。いかにもこれから歌っちゃうぜっていうところのミハオちゃん見れるじゃないですか。もう絶対歌いますよこれは。ってなった時に2人見といてください。この前の前後の付け方ですね。最初ピラミッドでこうなってたんですよ。スンガン氏が内側、オヌ君が内側っていう状態から、
いるじゃねはい、ここですね。ここの2人の位置が入れ替わる入れ替わるっていう風にして、この子でミハオちゃんが出てくるっていう風に出てきた時に、今度は前は 1,2,3 に対して後ろが2になるっていう、このフォーメーション形がギュッっていう風に変わるわけですよ。今度は開いた感じで見えるので、ここですごい一気に展開が見えるっていう話になってきますね。からのね、ここのラップをむちゃくちゃかっこいい。ミハオちゃんに関してはボーカルですよね。高めのボーカルパート、まあ、ちょいちょい多いじゃないですか。こういうところのこのラップのなんかその低さ、なんかめちゃくちゃくるんですよね。いい感じに。セブチはねラップパートの方々みんな上手いんですけど、ここでのミハオちゃんのラップっていうのがむちゃくちゃ効いてます。介入するボーカルパート2分9秒のところですね、まあ、ちょいちょいこの前でもあったんですけれども、歌ってる人が他の人たちの踊ってる振り付けに介入してくるっていうところ、ここでジョンハン様の右手を触るウォヌ君というと、ここであのパフォーマンス中にこういう風にストーリー性があるので、歌ってる人に対してストーリー性があるので、振りを踊ってる人たちの手を何かしたりとか体を何かするっていうところにも意味が持たせられるっていう、他の人たちに介入していくっていう、ヒットの時もディノちゃんがグワーって入っていったところに、みんながこうバババババッと踊ってる中に入っていくみたいなところがあったじゃないですか。ああいう感じ、ここもですよね。小野くんが今度はリーダーの右手を触ると、右手ばっかりですよ小野くんも。カマンの同じ振り付けをフォーメーションを変えて2分15秒、全く同じ振りをサビ付けサビの振り付けのところで踊るんですけど、今度は円になって踊ると、スミちゃんの時もそうですね。最初にターンターンタッタッターンタッタンっていうのをみんなで前向いてやったら、今度 B メロの時はみんなで円になって踊るっていう、こういうところですね。円になって今度はサビをもう一回踊ると全く違うものに見えるっていうところで、あのね、普通にすんなんしね、ダンスむちゃくちゃ上手いんですよ。むちゃくちゃ器用に踊りこなしてしまう方で、昔からねアジュライスとか慢性の時とかもすごくあダンス上手くねって思ってたんですけど、あんまダンス上手っぽい仕草をしないんですよ。ボーカルがメインな方なので、なんかそのボーカルに対してやっぱ特化してうわーっていう風になってるんだけれども、意外とサブで踊ってる時、他の人たちがボーカルやって自分が踊ってる時むちゃくちゃ器用で、やっぱりなんかそこら辺が最近開花し始めたのかなっていうので見てたのが、やっぱフィアのところの一人のソロっていうところがありますよね。2分35秒 A メロとの違いっていうところで、終わり方ですねというところ、さっきは右真ん中左真ん中右っていう風に言ったんですけど、見せ方がここちょっと変えてるっていうところですね。はい、最初に奇数列、その後に偶数列っていうような見せ方に今度は変えてきてると。でドーンドーンドーンって見せたのを、次はドーンドーンドーン、最後のドーンは捨ててるっていうところの見せ方にもなってきます。という見せ方は、ダンスを作る人たちは覚えておいた方がいいと思います。同じ音を毎回3つあったら3つ取らなきゃいけないのかっていうと、意外と捨ててもいい箇所みたいなのあるので、そういう見せ方でフォーメーションやってる振り付けは一緒なんですけど、動く人たちのパートの部分を変えて音を1個捨てるみたいな技術は結構からの、2分51秒、これは普通にリーダーのラップがやっぱめちゃくちゃいいなっていうところですね。ここでリーダーのラップ持ってくるっていうのは、なんだろうな、層が厚いなっていう風に本当に感じますよね、パフォーマンスの。ここなんですよ。今までグワーって来てて、リーダーが特にこうメインでバッて歌うところあんまりなかったじゃないですか。この終盤で持ってくるところのなんか層の厚さというか、パフォーマンスの厚さ厚みみたいなところになってきてますよね。最初にミーハオちゃんのラップを入れるからこそ、ここでのリーダーのラップが生きてくるっていうところですよね。もう待ちに待って、もうファンとしては来た来た、はい来たここでよみたいな、もうだからもう満を持してここでラップボンって持ってくるっていうところですよね。どこで誰を歌わせるかみたいなところにもつながってきますよね。からの同じ位置で手を上げる意味、2分59秒ですね。この後に、さっきの話、一番最初に言った話に戻るんですけど、ここです。
その足がここでもう一回手を差し伸べるっていう、ここに意味がありますね。同じ右手でこう出していくわけですけども、最初のジョンハン様が手を差し伸べた形とはまた全然違う、今度は目を向けた状態で手を差し伸べてるっていうところで、この最初のところからこの最後にかけてのその主人公ですよね、歌い手側のその心情の変化みたいなところはここで見えると。ここの手の差し伸べ方って結構切実じゃないですか。その前のところっていうのはお花にこう手を差し伸べてみたっていう状況ですよね。お花に手を差し伸べてみたみたいな、 YouTube か YouTuber かよっていう、そうっていう状態で、そこでなんか怪我をしてしまいそうでとか、なんとかそういうそのトゲがうんだっていう風にいろんなこう紆余曲折があった上で、最終的にでもやっぱ手を差し伸べたいんだっていうところで出てくるこの表現、パーフェクト、これなんですよ。ここでこれなんですよ、うん、あの一回もその前になんかそういう仕草しないじゃないですか。みんながこうなってはーってなってうなだれたりとかっていうところの、こういうそのなんですか、あんま決心固まってない感じはすごくあったところから、ここでグワーっていう風にやっぱ来るところですよね。最後のクライマックス、ここが素晴らしいと。で最後ですね、3分10秒、これが王道、見ていきたいと思います。スンガン氏 と、ジョンハン様、もうここを入れ替わり立ち替わり変えていくっていう見せ方。ここでスンガン氏歌ってます。ジョンハン様がもうすかさず後ろから歌い出す。でフォーメーションが入れ替わってスンガン氏が後ろに行きます。でもう一回ここでスンガン氏が出てくる。もうここはこのもうここだけのやり取りみたいな風になってる、この最後の畳みかけ方っていうところですね。で最後にスンガン氏出てきてみんなをガッと置き去りにするっていうところ。ここのねディノちゃんも素晴らしいですよね。ちょっとオヌ君の着地大丈夫かな、痛くないかな、大丈夫そうですね、はい、という感じで、フラワー見ていきました。ちょっと長くなってしまいましたけど、すごくこの1曲ですね、3分28秒というこの時間に込められている情報量ってすごく多くて、でその中で試行錯誤されているその見せ方、フォーメーション、誰をどう出す、で最後はやっぱり王道でもうこの真ん中のやり取り、もう真ん中の人入れ替わり立ち替わりっていうところで、ジョンハン様とスンガン氏のもうボーカルの合戦みたいな、ボーカル合戦みたいになってますよね。そういうところが響いてきてるわけですよ。一個一個の細かいテクニック、技術、計算し尽くされたこういうフォーメーションっていうところが僕らの心を打つっていうところなので、ぜひねこのフラワーもう一回ね見直してみていただければなというふうに思います。でそこからライブの映像だったりとか、テレビのね番組のテレビ番組のやつ見ていただいたりとかすると、余計にそれが分かると思うので、ああそういうことやねんなというところでね、今回は締めになりたいと思います。いや素晴らしい、ディノちゃんすごいよ本当に、というところでね、またお会いしましょう。ありがとうございました。